日本東京都練馬区立野町立野町は東京都練馬区の町名。町名の設定のない単独町名である。郵便番号177-0054。練馬区の最南部に位置する。北部から東部にかけて練馬区関町南と一部が杉並区全区寺、南部から西部にかけて武蔵野市吉祥寺東町、吉祥寺北町とそれぞれ接している。北部は 千川上水が東西に横断している。吉祥寺通り沿いに商店が見られるが、主に住宅地として利用されている。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。武蔵区に島区城石寺村の南西部にあたる地、立のであり、立野、の、と読んだ。 現在の練馬区上石寺一丁目、四丁目の位置に本村があり、そこから少し離れた開墾地も盾野と呼ばれるようになった。現在の盾野町はその飛び地の方である。なお、千川通りに盾野橋という交差点があるが、これは上石寺村あざ野で、千川上水に架けられた橋の名であり、かつての本村がこの付近にあった名残である。町域内に、 鉄道駅はなく、中央本線の吉祥寺駅、西荻窪駅や西武新宿線の武蔵関駅、上石寺駅が利用可能な範囲にある。長域東端を吉祥寺通りが南北に循環している。ありがとうございます。